これおすすめどうですか。全部言われるがままに。ロードバイクをこれで始めようと思ったんですか。ここが誘われて、うん、私がやるって話になって、うん、まだ乗って参加。へえ。で一番最初に買ったロードバイクはこれってことですね。おお。最高はねガーミンの830。なんちゅう仕様でございますけれどもね、今日はですねモリコロパークに久しぶりに来ておりまして、こんな感じでね自転車いっぱい並んでるんですけれども、ちょっとですねこちらの自転車をちょっとねチェックしてみたいと思います。ですね、こちら今日紹介するのがですね、出たばかりといいますか、あの噂の CAD30 のリリースモデルですね。こちらを皆さんにちょっと紹介したいと思います。ゆいちゃんがですねニコさんで買ったっていうね新しいやつなんですよ。これキャノンデール、新しいタイプね、出たばっかりのリリースモデルの CAD30 でございます。よいしょ、見えてるかな。はい、どうも、サンガス CB でございます。よいしょ。ですね、今日紹介するロードバイクがこちらの後ろのね、CAD30 っていう、キャノンデールのね、新しいバイクのレディースモデルでございます。色がね、ピンクで最初のバイクっていうことで、まだね、乗ってどれぐらいですか。3回目もう来たばっかりの1台、これをですね、一つ一つ見ていきたいと思います。特にね、女の方で、自転車どうなのよって思ってる方にはいいんじゃないかしらというふうに思っております。ぜひ、最後までチェックをよろしくお願いいたします。はい。さあ。あはーって申し訳ないさあ、カラーリング、ピンク で、ここの部分ね、黒い1,2,3,4 トップチューブとダウンチューブに2本こう入ってて、コンポーネントは DI2 周りで、がっちり固めてあります。フロントはこんな感じね、後ろもこんな感じ。タイヤがねホワイトリボンで、これが結構おしゃれだなという具合でございます。じゃあ前から順番に見ていきます。さあ、前から見たらこういった感じでございます。ちょっと初めて見るタイプなんですけど、これね概要欄に載っけておきます。カーボンハンドルで、ステムがね3っていう、キャノンデールのやつですね。でキャップがスパカズ、ガーミンのこれはね830がついております。この、ね、フィルム剥がすか剥がさないか問題がねここに載ってますね。剥がそうかな、やっぱやめたみたいな。さあ、ブレーキ、リムブレーキでございまして、こんな感じ、105のブレーキね。まあリムブレーキなんで、このね、レバーの部分を見ると結構ねシュッとした感じで、でもここはちょっと改造ポイントの一つに今入ってますよっていう話を聞きました。アルテグラの DI28050 ですね。さあバーテープが、こちらスパカズのバーテープ、ピンクい感じからの黒、持ちやすいやつですね。下のケーブル周りはこういった具合に無駄なく仕上がってます。これどこに行くんかしらなんて見ると、トップチューブの下からね、中に入っていきますという具合でございます。さあ、横から見たらこういった感じになっております。まあ、女の子仕様というか、すげえ可愛らしい。可愛らしいよね。可愛らしいよね。ジャンクションがここにねついておりまして、うん、ここの溶接がねいいのよ。すげえなこれ。さあ乗って走るとこういった感じで、これかわいいね。
ね、アイラッチがそそのかしたんですよ、うん、これ可愛らしいですね。これとこれやっぱアイラッチカスタムじゃないですか。あ、そう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 。あとこれとか、うん、やっぱり、あ、これもね、やっぱアイラッチカスタムですよ。小さいこだわりがたくさんついてる。これね、後になってね、あ、結構いいのついてるなって多分自分で気がつくと思う。さ、830、こういった具合にね、マウントが純正マウントねついてます。このね、ダウンチューブ見ると穴が塞いであります。これはね、ワイヤー用の穴、これは DI2 なんでね、ケーブルはございません。さあ、フロントフォークを見ますと後ろがね、黒で、このダボ穴がねついておりまして、長距離用のね、武装も可能でございます。トップチューブ横にはキャノンデール、ダウンチューブにはなしと。さあ、ですね、チェーンリングとクランクなんですけれども、あとペダルもね、まずフロントディレイラーは DI2 の、アルテグラです。チェーンリング52-36セミコンパクトで、クランクはね、これキャノンデールの純正の1っていうやつですね。これ初めて見ましたね、1。こういうクランクがついてきますと。スピーディー SL ペダルにカバーがついてて、フラットペダルでも乗れますよタイプになっております。チェーン105グレード。このね、フレーム後ろ側が黒くなってるのがポイントなのね。こういうところ黒くなってるのがポイント。そのままね、後ろも見たいと思います。さあ、リアでございます。リアもね、これね、スプロケットは11-30ですね。30で105のものがついております。これ105、後ろね、リアディレイラーはアルテグラ DI2 で、長めのハンガーがついております。本来ここにケーブルが通るんですけども、ここの部分が黒くなってる。だからピンクと黒の配色、女の子チップでいいよね。ここなんかかっこいいな。さあ、このね、ハブの部分にはガーミンのセンサーついてるんですけども、後ろ姿が結構かっこよくて、こちらもね、105のリムブレーキがついておりまして、うん、ここがムニムニしてるやつ。これ結構ね、男の人使ってる人多いっぽいですね。これはね、大きな変更点で、CAD 30、このね、この辺すげえシュッとしました。そのまんまの形で、シートポストが上がってきてのサドルはですね、これアイラッチさんおすすめのスペシャルのね、ミミックパワーのね、女性用のタイプでございます。これね、ここの部分ね、すげえムニムニ感がね強くて、基本お尻に優しいし痛くならない系の、今流行りのショートノーズって言われるやつですね、短いやつがついております。軽量化、この辺で軽量化したんだろうな、きっと。さあ、このね、 UCI 公認マーク、キャノンデール CAD 30、サイズはですね、これで44のサイズ。さあ、こだわりのこれがスパカズのボトルケージ、後ろがピンク、前が赤。これなんかこだわりがあるんですかね。で、このね、ダウンチューブ見ると穴がね3つあるんですよ。1、2、3、下にもいけるし上にもいける、両方とも使えるっていう、結構ね、汎用性高いタイプになっております。耳周り、台湾、メイドイン台湾って書いてあって、多分ね、これはね、ロングライド向きの溶接の仕方だと思われる。 BB がね、これ純正のタイプがついてますね。上の方見ていくとこういった感じになっております。で、このリアハブ見るとマークですよね。カンパニオラならではでございますけれども、クイックもこういった具合。ホイールだ、ホイール、ホイール、パッと見て分かるんですけど、ホワイトリボンですね。アメ車好きとか、バイク乗りとかはこうホワイトリボン結構好きな人多いと思うんですけど、これね、タイヤがビットリアのコルサのホワイトリボンタイプ25がついております。ホイールはゾンダ、今ね、主流のゾンダがついております。このゾンダっていうホイールは
長距離型の人にはね結構お馴染みでとてもよく回るハブがついてて、なおかつコスパもいいと。後ろもね同じ装備なんですけれども、おビクトリアコルサ25カンパニオーロなんて書いてあって、 G3 のね1、2、3本でこう組んである、おなじみのタイプになっております。ホワイトリボン、このカラーリングだとホワイトリボンがすげえよく映えるよね。カップルなんですよそう、カップルのね、お嬢さんが始めたんですけど、いきなりねフルパワーのスピードね、ダッシュだよね。一番最初の時代ですもんね。自転車をこう始めてどうす、なんか変わりました？まだ鈴鹿サーキットとこの辺ぐらいしか走ってないんですけど、うん、高校とかで通ってた自転車よりもグイグイするのが楽しいですね。やっぱ乗るのが楽しい。楽しいですね。坂道が一番楽しい。すげえ、坂道が楽しい人は今日は嫌いやけどさあ、そんな一台でございます。そしたら、ですね、この、DI2 でゾンダの、新しいですね、これの変速とジャチェット音をちょっとチェックしたいと思います。ゆーちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃんのゆいらっちの方が覚えやすいな。というところでね、今回紹介したロードバイク、こちらのねユイラッチのキャノンデールの、レディースモデル、キャド30の出たばっかりの、まあ、乗り始めて3回目のタイプでございました。もう一通り仕上がった状態になっておりますので、まあ、女性の方で、自転車興味がある方とか、ぜひチェックしてもらって、まあさうん、これだとトータルでもうフルカスタムなんで50ぐらいはしてしまうんですけれども、もうちょっとねダウンしてもいいかなっていう部分はあります。はい、まあ、スタートの1台には持ってこいかななんていうふうに僕は思いました。というところでね、今回は、久しぶりのねモリコロパークスタジオからお届けをいたしましたサンガ CB のロードバイク紹介でございました。ぜひね皆様こういったボタンとかね、こういろんな人がいますんで、はい、いろんな人いますんでね、はい、というところで、よいしょ、はい、次の動画でお会いしましょう。バイ。こんな感じです。こうしようか。バイ。はい、そんな感じでした。これ。